さて、それでは今秋山さんが大変有望と言っておられましたピアニストのルイ・ローティのピアノでラヴェルを聴いていただきたいと思います。このルイ・ローティというピアニスト、秋山さんの話にもありましたように1959年モントリオールに生まれたピアニストですから、演奏当時23歳という若さ。彼はパリ、ウィーン、アメリカで学び、1978年にトロント交響楽団でリストのピアノコンチェルトを演奏してデビューして、トロント交響楽団の音楽監督のアンドリュー・デイビスが彼をすっかり気に入って、その年1978年の日本中国の演奏旅行のソリストに選んだというそういう人物です。まあ、カナダという国は今世紀最大のピアニストの一人でありますグレン・グールドを生み出した国ですが、まあ、グールド亡き後大いに活躍を期待されている新鋭と言ってよさそうです。それではルイ・ローティのピアノ、秋山和義式のトロント交響楽団の演奏でラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲をお聴きいただきましょう。
Thank you.
モーリス・ラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲を、ルイ・ローティの力のこもったパワフルな演奏、秋山和義のトロント交響楽団の演奏でお聴きいただきました。さて最後にカバレフスキーが残っておりますが、